て皆様ごきげんよう、久保田ゆきです。本日はですね、ちょっと大きな荷物が届いたので、それを開封していきたいなと思っております。その荷物がこちらです。もう画面いっぱいで今見えないと思うんですけどこうですね、見てください。成人男性の肩幅を超えるサイズ感、こうやった方が分かりやすいですね。ちょっと超えてきましたよね。何ですかこれは。読んでみますね。はい、コンプリートセレクションモディフィケーション戦国ドライバー、 あれですね。こちらをね、開けていきたいと思います。開けていきたいなと思っております。開けましょう。一通りビニールを剥がしてきた。開けますよ。この角度でいいんですか。いけるのか。オープン。なんかフィルムまで入ってる。開けますよ。おい、これどうな、これこうしよう。そりゃそうだ、もっと開きやすく作られてます。箱はどうだ。こんなライダーがいます。すごい、ガイでかっ。これ見てください、この表面の反射でわかるでしょう、このしぶき。これは決して水に濡れたわけではございません。加工ですね、これはおそらくフレッシュな果汁を意識している加工。まさにフルーツライダー。捕まります僕もしかして違法でしたこれ。裏面、両面にこのいいですね、勝ち取り。かっこいいな。かっこいい。黒に入るな。開けてみますか。ここからクリスマスまで待ってもいいんじゃないですか。気持ちとしてだいぶ寝かせるな。だいぶ寝かせるけど、むしろこっちが表も裏もない。開けるのみだ。開けますよ。いや、これ危ない。手でいくよ。ビリっていくな。簡単に開けましたね。めちゃめちゃ簡単に開けましたね、横で。そしてこれがどっちが表。見えちゃったな。わあ、うまいことやってる。ちゃんとここに極みいるじゃないですか。出すじゃないですか。やるな。マジで大人のための喜びを詰め合わせ、フルーツ盛り合わせですわ。これは詰め込んでるな。考えてるな、全部。これ考えてるんだろうな。じゃあ開けますね。
ください。どちらから送られてきたのか説明書しっかり。これも粋だな。遊具ドラシル戦国ドライバー取扱説明書、これはすごいな。おしゃれおしゃれなことしてる。全部書いてありますよ。皆まで全部書いてある。対象年齢15歳以上、大人のための変身ベルト、これだわ。すごいな。お客様の声をお聞かせください。こんな声です。いや聞かせてるよ。はあ、これ結構作るの大変そうですね。おお、はあ、全部書いてあります。私、説明書なんて言いません。知ってますよ。これが本体だ。これが本体でしょ。質感見てください。まあ綺麗そしておそらくもうね、ベルトがまずね、この黄色と黄色2種あるんですよ。黄色がこれ多分長さなのかな、いや硬さか、いや長さだな。黄色が2種でシルバーが2つ。これなぜ違うか、まあもう皆さんの方もよくご存知だと思うんですけど、確かイニシャライズの問題だと思うんですよ。でこれにつけますは、まず、こっからでも分かります。ひんやりしてます。ナイフひんやりしてます。素材が。とこれを、ここでしょ。こうやったらやだ。メルカリに出せない。出すな。ユードラシルがね、回ってますからね。メルカリに通報して回ってるから。その戦国ドライバーダメですよ。え？あ、このまま押せばいいのかな？固めにちゃんとへこむスタイルになってる。これ千切りにいきます。何でも食卓でも使える。でこれ何だ、これ何だ、これ何だ、あれか、もう一個隣につくやつだ。やっぱこれじゃないかな。これを外してここのプレートのところに、あ、来た。でこれをめっちゃむずくないですかこれ。いや説明書見えへんから。
いや僕は仮にも使用してたはずです。マジで何か分からないこれ。ベルトの これ左右につけるはず。ベルトの、あ、どんでちゃった。ベルトの、あ、わかった。違う、こうだ。何これ。こう。これなんですか。そうだね、あ、わかった。これが、あ、じゃあこれじゃなくて、あ、わかった。そういうことか。これじゃなくて、こういうことか。そういうことですね。あ、共存し得なかったんですね。あ、そうか。ああ、そういうことか。で、ここをキュイってやるの、うん、ああまずどっちになるかって話だね。じゃあ勝ち時か極みかってこと、うん、ほうほうほう、なるほどね。はい、すごいところ作ってるね。でこれがこれはまた新しいのができてる。また新しいやつ出てきちゃって、また革っぽいやつ。これリストバンドか。これリストバンドですか。いや入らないでしょ。これも絶対ベルト、ああ後ろだな、ベルトの止めるやつだ、うん、はいはい、これは見たことある、明らかに。そう、そんなにね、小難しいな。だ、まあ、ベルトをじゃあ黄色だと俺のじゃないから。ベルトですね。これをこうでしょ。まずこれね。感じのね、この、なんだろう、形状記憶みたいな硬さ、ほら、曲がるんですよ、ちゃんと。すごい。もう一個、じゃあつけとこうか。つけてみましょう。開きました。これがそこにつくと、懐かしいですね、うん、で、これが、あ、逆か、いいのか、できました。
シードも届いているということで、コンプリートセレクションモディフィケーション CSM、 ああ届きました皆さん、シャロモンセットおしゃれですね。見てください、この有名百貨店のような包み方、丁寧です。丁寧に開けましょう。おお、めっちゃある。めちゃめちゃ入ってます。どんぐり。どんぐり2つ？どんぐり2つあるんですか、これ。どんぐりドリア。これは、何ですか？ない。これは、ライチキングドリア、あ、オーレンロックシード、片方がオーレンロックシードか、どっちだろう、こっちだろう、あ、それだけ開けたい。あとはフェイスプレート編集のね、大事なやつ。皆さんは何に変身するんですか。きっとこれが切ってみましょうねせっかくの切ってみましょう。ちょっと、ね、つけちゃうと変身ちゃうんですからね。音はありますかね。あ、これあれ抜かなきゃいけない、抜いてみましょう。これ抜くのね、結構勇気いりますよ。どうやって抜くの？どうやって抜くの？これこっち入ってんのかな？え？入ってないですか？すげえ。あれ？本体の電源か。ちょっともう一回。電池も入れる。これ電池入れ？電池入れないと。どうやって外すんですか？あ、ダメだ。ちょっと待ってください。ここまで気持ちいいよ。ここでベンチか。ベンチ、ベンチ買わないといけない。ベンチ別売り？別売り。ベンチ別売りか。ベンチを切ってみたいな。愉快ですねすごい。でもこんな気持ちいいな、この音気持ちいいですね。ダーコモンドングリー、オレンジもないのかな。オレンジやってみよう。オレンジ、よし。
開け方がみんな違うんだな、これ。そういえばそうだった。落ちてきちゃうんじゃないですか、これ。大丈夫。クラック鳴いた音がしたけど。ここは。いいですね、やっぱりいいですね。極みの場合は極みの場合はこう、横に入れるのか。初めてやるな。え、これでいけんの？開けなきゃいけない。フルーツバスケット。違う、開くわけじゃないか。こうしてここ入れてどうすんの？え、これで、おお、来た。すごい。あ、そう。これはすごいわ。ちょっともう一回極みがいて。ボタン、これか。え？すげえな。桜庭、桜庭じゃねえや。カズラバコーダ。カズラバコーダすげえな。これをスムーズにやつだ。あの人は。ダイナイマル、バダンピア、ブドウリュウホ、メロンディフェンダー、アイアイアン、イチゴクナイ、スイカ超人島、マンゴパニッシャー、キウイケーキリ、ドンカチ、カギーマンズ、トリノコ、クルミボンバー、ソニックアロー、ウソーセイバー、ひなわだいだい DJ 集、カジノキバタ、モーダーメロンガソリング、レモンレイビア、マロンボンバー、カゲマン、シン、ブランドダイナイマル、ヨミマル、ソードブリンガー、アップルリフレクター、ソーディンジョー、ダークダイナイマル、レイファーアロー、シャイントンカチ、シャインライチソード、メロンソーダください。メロンディフェンダー。ディフェンダーですか。メロンソーダがいい。オーダーをすごい読み上げてくる。すごいな。こんな入ってんの。パインアイアン。あ、これでもいけんだ。シャカシャカ。
おお、技が出る、ちゃんと。3回目。すごい。めちゃめちゃ楽しいじゃないですか、これ。すごい。勝ちどきやりたいな。それは分かってくる。出てたから。これは逆。で、勝ちどきを、勝ちどきを、新鮮なガスいくね。多分同時に開くんじゃない？開かない。あった。こうしてる。こうしてる。これ勝ちどきはどうやって切れる？これちゃんと。ここにこう？え？違うな、さすがに。ここも入りそう。違うぞと。ご覧の方は言ってるでしょう。この価値。え？価値ここにつけますよね、多分。でしたよね。でこっちを切ると同時にこっちも切れるんじゃないですか。本体の電池の問題か。難しいぜ。いや皆さんがどう、重い。皆さんがどれだけね上手に変身してるかが分かりました。正しいかどうか分からないけど楽しいですね。これは確かに大人も楽しめますわ。すごい重厚感が本当に重いんですよ、うん、これは素晴らしい。あとはねクレシマセットが届くのを待つばかりですね。未だに手にしたことのないメロンの勝ち抜き、果たして届くのか、届くのかと私のところへ。楽しみに待っております。もうかっこいいですね。かっこいい、すごい。じゃあ失礼します。以上。はい、今取り終えてですね片付けようと思ってたんですけど、大問題が一つ発生しました。こちらですね、このブレード、入らない。しかしこれを収めるときどうやって外すんだと、
相当硬く入れてますから。だから調べました、これを外さなければいけない。なんとして初めて説明書に手を伸ばしました。取り外す場合にはブレードパーツを水平の位置まで回転させた後でブレードパーツの刃の部分を握りバックル中央から外側へ水平に弧を描くように力を加えて取り外します。難しいでしょうね。要はですね、この文章の通りにやります。取り外したい、水平の位置まで回転させる、ブレードパーツの刃の部分を握りバックル中央から外側へ水平に弧を描くように力、ここよくわかんないじゃないですか。要はおそらくなんですけど、まだ外せてないからわかんないですけど、おそらくなんですけどこういけと。これは勇気いりますよ。ここからこう外せとやってみましょう。もしかしたらこいつの最後の姿になるかもしれません。ただ言うことらしく、いやバンダイさんを信じてチャレンジしたいと思います。水平の位置まで持っていく、そして内側から、いや中央、ここですね、外側へこう描く。怖いわ。ミシミシ打ってるんですよ。いきますよ、マジで。じゃあちょっとやってみますね。いや無理でしょう。ちょっとここのプルプル感見てください。だから要はこうの後の、いや怖いでしょうこれ。じゃあいってみましょう、思い切っていきましょう。合ってますよね、多分ね、これで。え？いや無理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 、絶対無理ですよこれ。だってこう描かないですもん、動画描いたって。本当に？刃を握り、外側へ水平にこう描く。いきますね、思い切っていきます。これバッていった方がいいのかな、ゆっくりと。どっちがいいと思いますか？思い切った方がいいですかね、行きましょう。おいやいやいや、めちゃめちゃくっついてたぞ今。これマジかな。何これ、どうやって外すの。一応あでも AC でこうかめたら極力刃先の方が、切りよくやってください。あ、壊れるなって思ったその先に答えがありました。ということで皆様、ブレードの扱いにはくれぐれも気をつけてください。ありがとうございました。マジで怖かったな。